さんおはようございます。モーニングルーティーンへようこそ。まず歯ブラシを濡らす、歯磨き粉をつける。歯磨き粉は適当に奥さんが選んだやつ。そして水をまたつける。その順番が不可欠です。のようにいろいろ、まあ、娘たちと奥さんのものがいろいろありますね。僕はここの部分、後ろの何かわからない、使ってないここら辺ぐらいです。僕は25歳ぐらいからずっと使っているやつ、オールドスパイス。日本で最近は売ってたりするんですけど、この香りは売ってないので、海外に行く時とか、奥さんのマリちゃんの家族がアメリカに住んでるので、彼たちに買って送ってもらったりしてます。 And this プレゼントでもらった伊勢三宅 2 sprays で、拳をこうして首、そしてお腹に少し、そして一日中いい匂い。おい、僕が一番朝早いので、カーテンを毎朝開けますね。今のパンデミックの状況で、娘たちは学校行ってないので、学校閉まってるので起きるのがすごく遅いです。普段でしたら娘たちが一番最初に起きて僕が2番目なんですけど、まあ、めちゃくちゃ家庭感があると思うんですけど、プロタンさんもこの家に来た時に、なんかおばあちゃんの家にいるみたいって言われました。減量期とかでしたら朝一にブラックコーヒー飲むこと多いです。最近は全然カフェイン取ってないので、まあ寝てから起きるまでって結構時間が長いので、まあ、喉乾きますし、体も栄養を欲しがってるので、まあ、BCA 水をこう取って、そしてこれは BCA のタブレットですね。1タブレットで 1000mg の BCA がある。これを一つ、まあ夜ずっと食べてないとはいえ、今の段階ではまだ全然食欲がないです。大概いろいろなんか用事を済ませてから朝ごはんを食べます。で、実際今日も9時からミーティングがあるので、それ、まあ、そちらを済ませてから、食べます。 OK、お出かけするので、自分の帽子のセレクション、ここにもそこにもある。ここ本当は自分のオフィスなんですよ。ただ、最近雨とか多くて、雨がある日は洗濯部屋にも、変身します。その日たまたま着てる服に服つ合わせるのを結構自分は楽しんでますね。今日はなんかオールドスクールな感じでいきたいので、これでいきましょうか。ヒューゴーボスの靴、あんまり履かない。今日映像を撮ってるからみんなのために履く感じ。普段はいつもアディダス、いつもアディダス。OK、Let's go、Let's go。先ほど
ジムの内装のミーティングをしました。で大概1週間に、まあ、2、3回ぐらいは午前中にミーティングがあります。ただ今パンデミックの状態で外には出ないようにしてる、ミーティングとかはしないようにしてる。ただ、まあ、このジムの内装に関してはやらないといけないの で家にもフォームローラーがあって、普段は家でやってるんですけど、せっかく今日ここにいるので、まあ、ここでやっちゃいます。まあ、夜っていろんな形で寝てて、まあ、朝に背中ほぐすのは結構好きですね。もう特に特別なことは何もしないです。普通に背骨の上の方とか肩甲骨とか広背筋をほぐしてあげます。これは、まあ、2、3分ぐらい。じゃあ帰りましょう。ミーティングから帰ってきて朝ごはんの時間が来ました。こちら卵白です。フレンズファームのウェブサイトから購入できます。そしてあと今日はパンにします。大概このパンかオートミールです。こちらコストコで買えて、1枚につき炭水化物が 13g、 タンパクが 3g、 脂質 2g、 悪くない。こちら保存料とか変なもの入ってないので、冷蔵庫にしまわないとすぐにカビが生えたりします。逆に最近のっていうか、まあ食パンとかってなんか1ヶ月ぐらいほっといても全然腐らないのは逆に怖いですよね。まあ本当のパンです。これ3枚でタンパク 10g ぐらいいけちゃいますね。うちの家族みんなパン好きなので、トースターは結構いいやつです。多分この自販機よりトースターの方が値段的に高いと思います。うん、そこら辺は珍しいのかな、別に普通かな、わからない。フライパンに火をつける。料理ってタイミングですよ、すべて。もう手早く、特に自分みたいに1日に6食食べる人はもうタイミング、料理であまり時間使っちゃうとそれだけで一日は終わってしまいます。パストラミビーフ、これは最近ちょっとハマってる。塩分が高いんですが、まあ、僕は外食とか全然しないし、僕みたいに食べてる人はあまり、まあ、塩分取りすぎには今日あまり心配しなくていい。トースト出来上がり、完璧な焦げ目、完璧なトースター、ブラックペッパー、ピンクソルト、塩は塩なんですけど、なんていうんだろうね、わかるんですよ違いが、ちょっと違うんですよ、ピンクソルトと普通の、海からの塩。そしてほい、ドクターペッパー、コストコで買えますね。コストコは会員制なので、まあ、買えないっていう方いらっしゃったら、まあ、どこで買えるかちょっとわからないんですけど、私も長年コストコを愛用してます。ドクターペッパー分かる人は分かると思います。ハマっちゃう味です。まあ1日1本で済ませてます。多い時は2本飲む時はあります。 OK、 朝ごはんをこうやってキッチンからダイニングの方に持ってきて、モーニングルーティンってこんな感じかな。いつもやることをさらに分析するような感じなのかな。こういう感じで置いて、ノートパソコンを開けて、YouTube 見ますね。まあご覧のようにこの時間帯でまだ僕以外誰も起きてないので、まあ自分だけの
大切な時間です。ウェスリーはだいたい10時から11時ぐらいに目覚まします。もちろん夜に何度か起きるんですけど、夜はマイちゃんがずっと見てくれてる。自分が寝れるように。いいか。そしてこっちにしよっか。そうですね。ウェスリーにスナックをあげて、30分後ぐらいにウェスリーの朝ごはんって感じです。僕が朝ごはんあげたりとか、マリちゃんがあげたりとか、まあその日によってって感じです。これぐらいかな、モーニングルーティンは。うん、こっからあとは本当に日によってめちゃくちゃ変わったりします。だいたいここら辺まではこういう流れです。まあ、僕のモーニングルーティーンというか、自分が朝何やってるんだろうって分析したことないので、まあ、苦労を通して自分をもう少し知れたのかな、なるほどねっていう感じで無意識にやってることも多かったので、まあ、今回いつもと違う感じの動画で、まあ、YouTuber っぽい動画かもしれないですね。 YouTube 内で流行ってる企画だと思いますが、まあこの感じで動画を楽しんでもらえたなら嬉しいです。皆さんコメントに、皆さんのコメント感想をご自由に、動画ライクしてくれると嬉しいです。登録しない方はサブスクライブよろしくお願いします。ナイスだっぱり。僕らは